初めて青20号を採用した新幹線0系電車青20号を G 色とした24系客車青20号を帯色とした常磐線4 1 5系電車青20号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。それまで標準的に使用されていた青15号よりも明るい青色で国鉄部内での観用色名称はブライトブルーである。マンセルチは 4.5PB2.57.81964 年の新幹線0系電車の窓周りの帯の色として初めて採用 JR 移行後も東海道新幹線で運行される車両の帯色として使用されているそれゆえ新幹線ブルーの異名もある1970年には12系客車の地色に採用され 14系寝台車が登場した1971年以降は特急系寝台客車の字色として使用された。なお、14系寝台車が登場直後はニューブルートレインとも称されたため、この色についてもニューブルートレイン色と呼ばれたことがあり、鉄道模型用の塗料である宝鉄道カラーにおいてもそのように称していた。変わった例としては、復縁線において、 戦前型急警国電が青20号を一色に塗装されていたことがある。また、1981年に登場した福縁線105系の帯色に採用されたのを皮切りに国鉄末期に登場した地域塗装の帯色としても採用された。西日本旅客鉄道のコーポレートカラーもこの色に近い色合いである。ありがとうございます。